新平家物語第四百二回講談社吉川英治歴史時代文庫より。朗読は城春彦です。墓前還元稿。次の日、旅人の噂には。 基礎の軍勢はもう落中に姿を現し、至るところで平家上の者が追武の兵に駆り立てられ、また諸々で大量な殺戮も行われたりしているという。やかては、摂津の野も山も吐いて来ようぞ。小屋のを立った平家一門は絶えず後ろ風に襲われた。牛馬に夢中ってなだれ合い、足や見陰の浜と心も空に急ぎ続けた。 生田川を渡った時初めてほっとしたことであろうようやくそこは福原のキュウリであった平家にとってここは第二の故郷であり都である亡き平昌国清盛が晩年の日の荒ましを送っていた雪の御所をはじめ花見の丘の御所月見の浜の御所泉殿松影殿馬場殿二階の桟敷殿茅野御所 また人とせ,せんとのあった頃の皇居里の代理その頃は繁盛だった横立陸上の町々やら港の市やら山の社磯の寺寺らなど人影は絶え金の根をさびれ果ててはいたがなお塔の先や大屋根のらかはこの間にそのまま望まれる、はあわずか3年 購入堂殿が世さ去りたもうてよりは丸二年でしかない。それなのにこうも変わり果てるものか。一歩きゅうりの辻へ入ると人々は皆解雇に胸を塞がれた。宗盛の別荘、頼盛の別館、のりもり重衡、茂 コレモリなどの一族が門を並べていたそこここの邸宅もツタや雑草に埋もれ屋根はカラスがついばみ門楼は風雨に朽ちそして野獣以外の人間にも荒らされ抜いたことであろうどの館も例外なく高卵の金具までが剥ぎ取られていた「誰よりもご老体の二行こそお疲れでおわそう。 女院にも一よ二よの追い越いなくば蓮陽をはじめ二位の天の子氏もひとまず清盛の急遽雪の御所へ入った宗盛は一休みするとさすが母の二甲の体が心配になってきたので早速老母のいる茅野御所へ来て「定めし身も心もお疲れでしょうが何もおさわりはございませぬか」といたわった。 いいえ、二校は日頃のままだった。西八条を出た時から、我が身のことなど思っている暇もありません。あなたこそ人一,一倍超えたお体で、重げな鎧兜を着、どうあろうかと。なんの、私はまだ30代です。慣れぬ技と言っても、夕べはようお休みなされたかの。 さすがどうしても眠れませんでした。つかのはうとうととしただけで、そのようなことでは行く末お体も続きますまい。一門のご総領、重すぎるほどなものがあなたの肩にはかかっておりまする。それゆえにです、眠りつく間もとつこうつ。 亡き入道殿はどんな時でも眠るだけはよう眠るお方でした。そばの者が気がもめるほどせめてそのことだけでもお乳気味に似てたまわれ。 いやお案じくださいますな。父のようには参りませんが、時忠殿をはじめ常盛り殿、範盛り殿など、皆宗盛りを力づけてくださいます。やがて間もなく一連に集まって西国への船支度やら、四国、九州、山陽、山陰の上野節へ飯場を回す手配など、談合いたすことになっておりまする。祝儀、祝儀と。 何事によれご一族へお諮りもよろしいが、あなたご自身、常に大きなお考えとお覚悟がなくてはなりません。置いとけない主情を報じ、余つ草へ賢どころの三草の御神器まで流浪の先へお持ち出し遊ばしたのでございましょう。この国が始まってからないことでありましょうに。はい、それだにお忘れなくば。 慰めるべく顔を見せに行った母からこの彼はかえって逆に励まされた「えているので一見重厚らしく見えるがその内容はブヨブヨして頼りないことを二の尼もよく知っていたに違いない」「いつもの丸い背を余計前かがみにして宗盛りが元気なく戻ってくると雪の御所の一連ではもう皆が待っていた」 ごく内輪だけだったがこの席で小さいいさかいがあった。宗盛が「落っの直前確かに命じておいたのに池殿の陣へも出先の日後守貞義へも知らせの使いがいっていない。池殿が都に居残り貞義がいとまをこうて去ったのもその腹立ちよ」と愚痴めいて言ったことから怒ったのである。 大井の殿には去った者へ、なおそれほどのご未練によと、新中納言智森、能登守範常など、気の立っている金立原が詰め寄って、しからば、法王のご出本も知らず、ついに大事なお一人を逸してしもうたのは誰のせいでしょうか。先頭の儀だけは宗盛が心得おると、飲み込み顔に仰せきったではございませんか。と、そのぬかりを彼に責め、また、 主情は置いとけなく、直と言っても栄誉に出る者とは誰も受け取りません。それなのに、法をお逃し申してしまうなど、まさに潜在の痛根事です。大井の殿の手落ちです。池殿などは居残ろうと東へ行こうと犬にも食われろ知ったことかと、乗り連れなどは耳を赤めて言い散らした。 しかし、周囲の顔ぶれはおよそ、おじおいか、親子か、いとこ同士の濃い中で、いわば、親類会議に等しい。なだめてや叱り手はいくらでもある。割れたままになる恐れは、まずなかった。まして、一連託賞の誓いは言うまでもない。やがて、原田の大夫、種直と、菊池次郎、高直の二名も座に加わった。二人とも西国平家の優勝である。 分けて種直は清盛に愛され小松殿の一女を妻ともしていた座に遅れて見えたのは舟方の準備に努めていたのである小座船をはじめ大船数百艘明けには揃いまする過去勘取りは松浦党菊池それがしの手のものなどいずれも会場の手慣れお案じなきように。 種おは力づけたが人々はうちはもめもどこへやらおの,おの皮のと顔色を引き締めた筑前の国太宰府とは人の話や文書では知っていたがおよそそこまで旅したものはまれである九州といえば東国と同様に万里運苑の園地が想像されるのだった明日は波路の上ここも今宵人よぎりぞ しかも落ち行く末どんな運命に待たれているみか胸をかまれずにいられないやや落ち着けば落ち着くでまた思いは新たに皆行く手の空になるのだった今宵深夜に先の太政入道小国の御墓詣を営まん。 一門老刀はもとより久しくさびれたるキュウリにあって江聖国の御恩公を忘れる共柄も法華堂へ寄り合いたまえ。そのゆうべ平家の僧侶宗盛の名をもってもれなく人々へ触れ渡された。 和田の浜の八当時には都内ちのべての者から福原に留守していた数百名までおよそ心に名を清盛を慕う面々は下辺に至るまで集まってきたそれらの人々を前に宗盛は「この身の至らぬゆえ差しもなき入道小国の築き置かれたるかほどな福原の海山の富も都の門も一挙の灰として 旅白の波に漂いでねばならぬ日となった。ひいてはまたおことらの罪なき者まで路頭にさまよわすことかと思えば死しても足らぬほどに思うが死ぬにも今は死ねぬみぞ許してたらあれ。と心からわび頭を下げた。 あれよ平家のご僧侶を大いのとろともあおがる老人が何ぞやわしらしもべの者にと素朴な牢羊は皆顔を濡らしてたとえ海の果て血の極みまでもぜひ御友の恥に加え賜われと幾度恩に答えたが宗盛は年頃に諭して海に覚えのある者は漁夫となった。 って暮らすがいい山に身寄りのある者は立ち返って百姓の手助けなとせよとある限りのものを取ってそれぞれに形見に分け与えたまた侍座のうちから宇都宮左衛門友な他数名の東国武者を呼び出して和殿原の,の志はここまででもう満足じゃ自称の頃より今日まで 平家のうちに留め置かれていかにふるさと小石の長い月日ではあったろうよ。国の祭祀も定めし待ちつらん。明日はこの地を去っておのおの東国へ立ち帰るがいいと帰国を許した。おとおいともをくださいますとな。三名は突然まぶたを赤くした。 泣かせしばらくは両手をかえたままだった。宇都宮友砂ほか数名の者は皆東国の武人である。けれど彼らは大番として都に在勤中、例の頼朝の旗揚げが起こり、彼らの息子や遠類の若者たちはほとんどその機械へ走ってしまった。当然平家は在京中の東国武者を監禁した。当時キるべしという世論もあったほどである。 しかし平家はこれを切らなかった。それのみか行政によって捕虜の扱いさえ解き、自由の身として六原に置いてきたものだった。この上、和殿ばらを召しつるるは、今日の我が身に比べてもあまりにむごい。ただ、身じまいして東国へ帰れ。 宗盛の思いやりと寛大な仕方は東北武者を泣かしめたのはもちろんだが、より以上にも感動したのは味方だった。昼間の祝儀の際、宗盛の愚痴やら重大な手落ちをつばせぬばかりになじった友森や範常なども、はあ、根は良いお人だ。あのように恥ずかしめてすまなかった。と、今更のように心で悔いた。世も老けた。 ではみなして御墓所へもう出ようよ。宗盛は先に立って靴を履き次中の奥月へ進んでいった。幼い帝御母の建礼門人二位の尼一門の垂れ垂れ女房たちまで大きな輪を作って冷たい苔の庭に座った。 彼方の法華堂で鐘が鳴り一族の遊園中海農園奉仕の度胸が流れ始めると磯の灯籠堂が蛍籠のように輝いた36頭の明かりが一度にともったのであるそれが海に鋭じて洋々と波状を送られてゆく光の彼方に京菓島の築堤が黒々と横たわっていた。 清盛が半省の罪と情熱をかけたものだ。築帝は今では海底と密着して、どんな皇天の波浪にも英語を追え去ることはない。清盛が積んだ権力や遺産はもろくも崩れて、ここに流亡の姿を節並べたが、京ヶ島は揺るぎもしない、滅びようもない。もう、お叱りも聞かれませぬが。 今日のこのありさまをいかばかり地下でお怒りでしょうか。お詫びする言葉もございません。ただ、一文力を合わせて都に帰る日を呼び返し、再びここにもう出る日を誓いまする。しばらく地下の女劇をどうぞお忍びくださいまし。胸盛以下、胸の内は皆一つであったろう。 順々に墓前へぬかずき峠を手向けそしてそれが終わると還元公を催して個人の霊を慰めた鼓を宗盛が打ち格好を重衡が持つまた恒政は琵琶をいただき厚盛は笛を吹き将をこれ盛とを建礼門員が引いて和したやがて 天人会の,ものののもようなきれいな、しかしあまりに塵の毛もなくて寂しくもある合奏が上々と湧き起こると松の風もそれに和して梢ずえの露を振りこぼし人も楽器も地上一面の苔も白玉で散りばめられた陰暦二十三夜ごろの月が松より低い空にあった。 還元公も終わる頃はさらに月は低く薄くなっているおお時刻らしい雪の御所にちらちらと炎が立ち出したはあ見え始めたか急がねばならんまず小座船へのお渡りをその小座船をはじめ磯辺に築堤にこぎ寄せられた数百艘のうちへ一門の男女は皆別れ別れに乗り移った 糸間を与えた者や自分から逃げ去った者など人数はずっと減っていたでもなお総勢八千人はくだらない落ちどだったどよめきどよめき海へ漂い出たのであるもうその頃福原は一面の火であったえげさんの麓は家ばかりでなく木も岩も赤かった強風が起こり海には潮なりがうねった 波間波間の船さえ燃え上がりそうに見えた次回は「製片ごしらかわきです。よろしければいいね」の評価とチャンネル登録をお願いします。 チャンネル登録は画面右下のザのマークからどうぞ。